ギューってやっちゃうとダメなんです。だから彼が来たらいなくなって僕は動いたらで浮いてたら下落としたらだからこういうところは全然気にしてない。もう気にしちゃうとこうなっちゃって本当に出さなくちゃな収穫やんなきゃなとなっちゃう。物理的に2回的にはまだ意識してない。ここだけ向こう上こうそういう感じ向こう下こういう感じだからそのところに体の手がここに変わってくるじゃあこの手を残してコントロールしてる。じゃあ今度正面してやりましょう。正面にこれスイッチありますよね。で息をすごい難しいんですけど息をやるときにこうとかね、あとはこうとかね、いろんな触り方いろいろあって、この状況としてここに、ここに入ってくるってこと。線に入るのが大体1個、一番基本的なやつが線に入る。あ、合わせておいて、合わせておいて。これ遅れちゃうと、これはここからできないの何も。全然ダメなの。彼が合わせた時にも出てるってなんですね。こうなってるからここに手があって、こうね、こういうのがここに入ってるの。合わせた時に。こういう。そしてこう入ってる。そういうふうにやりたいんですよ。あの、一応も最初の普通の形で。で、遅れて浮かした時にボディングだったら浮かして、それから上げて、こうやる。最初の線のね。上がった同時に3こうやる。これは僕は何でもできます。手とか当てとか入ってて、ね、彼は何もできない。こうなっちゃう。でそれを場所もらってで落としてこれだけ。最初に上がった時に3とかね、もしくは3とか上がった時にも入ってる。そういう形。それでプロテクションタイムに当たってきたり一応置いといてこれして持ちもらう。で向こうで座る、はい、最初にだから上がったらここに意識してるのは彼の重心。ここにさっきやったこっちの重心がなくなってなくなってこっちから抜いてだからお二人がここに入ってもいい。何でもいいんだけど一つの傾向としてここに入ってそれで手があるから手の中に入ってそういった、そういう考え方ちょっと回すね。上がったのに合わせる。上がったのに合わせる。合わせる。この意識。これがないとダメなんですよね。この合わせる。この合わせる。それで合わせたときに自分はここに。はい、この中心。そしてここに。はい。この辺が一番大事なところですから。じゃあ、どういうところが舞台か。いつから現実に立ってきますね。まず来たら、手を遠くに出しちゃうと全然ダメなんです。これ相手の手上がった一緒に行ったんだけど遠くに出しちゃうと遠くに出しちゃうとこうなっちゃったら僕は遅れちゃうんです。だからここの手はなるべく柔らかい柔らかくて重心守ってるから振ってくださいどうぞここまでだから当たるわけ。これがこう出ちゃったら全然ダメ。これで、はい、まあ、全然ダメですよ。これもらってなきゃいけない。彼のその手もらってるんだ。ここにだからこういう感じじゃない。まずそれから予定して手が横になっちゃう。受けちゃった受けちゃったらダメ。これもれ怖い。だからできたらまっすぐ外れたら入りますよ。まっすぐ足はまっすぐ横向けない。受けると引っかかっちゃう。すごいやりづらい。
必ず立てればこうもできるし、腰を返せば入るね、両方できるから、手は必ずこう、もう最悪こうやってた、最悪と手が近い、怖かった、この手怖い、みんな怖いからこうなっちゃう、それから怖いからできた、この手怖い、怖くない、怖くないんだよ、怖いんだよ、変だ、すっげえ、ちょっと石が飛んできたで、カバーするのと同じ、石でこう、で、ここにじゃあさっき、ダメで、ね、これ予定通りの場所で彼に打たしちゃうと、次が来ちゃってやられちゃうから、ちょっと予定、彼の予定を外すたびにちょっとずれるの、ほら、ね、そしてこうなって、楽にない、予定通りの場所に、彼の予定通りの場所にいない、で、あちら道具じゃない、ね、ちょっとずれる、表に入るとどっちからの方が楽、こう。そういう感じ、その辺注意してね、ちょっと、みんな大体、みんな怖いから、こう、手が伸びてます、それから直線的に入ってます、線でこう、線の上でやろうとしてる、だからちょっと線は外すで、いいじゃない、いいな、ここでもいいんだからね、ここどうぞ、ここでもいいから、何しろ線をちょっと外して、この線、そして入ってるんだから、あそれから横にしない。こっち来たぞ、こっち入ってきたとしても横でやると腐れるからね、必ず立てで、こっちは首回っちゃダメにくるんですね、ちょっと待ってその辺ちょっと注意して、その大きなマイナスじゃないかな、癖じゃないな、なんかやりがちなこと、ちょっと見ましたんで、ちょっとそれで注意して、まっすぐ、優しくて、優しくて、で、場所を変えて、それからもう一つね、ちょっと気がついたんですけど、外、みんな外行っちゃうのか、で、そういうやり方もあるのかもしれないですけど、僕が狙ってるのは、ここからここからのところなんです。中心に僕はね、置き換えて、自分の置き換わってる、ここから彼の重心のところに僕が入っていって、で彼の重心がいなくなって倒れちゃう、重心の置き場が彼がなくなっちゃう、彼の重心の置き場がここ重心ですよね、僕はここに行っちゃったから、こう行ったのがポンってやられて、で僕はこっちから彼の重心もらっちゃったから、こう行って、と彼、置き場がなくなっちゃう。これを彼の重心をそのままにしておいて、こうやって動かしちゃうと、彼は、こうやって動かして、考えてない。僕は彼の重心をもらっちゃったから、もらったから、だから、こういう感じで。ちょっと余計ですけど。で、ちょっと、こうなっちゃう人が多いんで、このまま、裏だったら、もっと繊細に取れるんだったら、こっちから入ってきて、
して、ここにいると次が来る、バーンってね。だから、来ないところ、背を外して、ここに入ってきた。そして、彼の重心をもらって、こう。あ、ね、彼の重心を、背を外して、バーン。で、今度、こっちから、彼の重心ね。そういう感じで考え、そういう考え方をした方がいいと思うんですよ。相手の手をあんまりこう感覚をこうやって、なんか自分がいなくなって、自分が重心もらって、で自分が取れる、そういうふうな。じゃあ今度は後ろ、さっきいなくなって、もうちょっと自分が向こうを通り抜けてさよならしよう。そしたらバーンと、さよなら。で、この時に手がこう繋がってる、さよならしよう。こうさよならしよう。ここまず見る、足元どれ辺 1.5、1メーターぐらいですか、この辺できたら、こっちでなくて彼女の打ってきた、この辺ね、この髪のバッテンあたり、この辺、このバッテン、ここまず、ここに行くよ。まずこう見る、いなくなりました。あ、そう行きたい、腰返す、ここに行くから、指さして腰返す、いいですか、ね、いなくなって指さして腰返す、どこ行くの、ダボンダボンやらない、指さすのはね、自分がそこへのターゲットが、自分意識のターゲット、今そこ行くの、行こうと思って、だからこうやって受けて、いなくなったらここ指さして、指先、僕はここに来たい、ここに来たいんだ、だからここに来たんだ、そして腰を返した、これここじゃ返せないから、こう来てから返した、こういうふうに来た。指さすってのは目標、自分の目標を定めるためな、この弓矢のターゲットを狙ったの、狙ってるんだ、だからこう、ここに狙って回った。今度はこの手使って、同じようにこの手使ってやりましょうか。今度同じようにこっちに入っちゃう。でその時にこうやってやったらね、これで今切っちゃいましたよね、切ってこないようにやりましたけど、こうやったらこのつなげるの、つなげるのこっちに入る、ちょっと難しいですよ、こう見る、そうするとこうなってきて、はい、そうしてきて
れ一つね。そしたら今度さっきと同じこの辺ね、この辺、この辺、この辺狙ってこうなったんですね。こうなった。この辺狙っていく。あそこがな、行かなくちゃ。ちょっとこうなっちゃう。はい。こうなっちゃう。同じ意識だから、入り身投げと同じ意識。ただ手が、手が今はこのままこう入ってた。今度はここからこう、交差点に入ってきた。首もらう。首もらうっていう一つポイントが入ってた。そして、場所はそこね、場所は。こういうふうに。ほんと、こうなってきた。こうなってきたよね。そして、こうなって、こう。ちょっと難しいですけど、これ、やってみましょう。じゃあ回転が少ないから、あんまりね。いつもここでやってると思うんだけど、こういうのとかこういうのとかこういうのとかいろいろあるってさっき言いましたが、それの一つで打たせて首もらえる。本当はこうなってて、この手三角で、そのまま左右だ。で、あっちもらった。で、こう。入り方はちょっと難しいかもしれないですけど、受けてね。受けたら、この手で、この手邪魔だから。手を外して、この手はそのまま、受けた手はそのまま、何もしてない。終わってないですね。終わったまま。こういったら、こうなったら、で両方とも正中線、この手こうやって逆線で、この手間こうで、正中線両方ともこの両方とも正中線で、自分が向こうもらってください。向こうもらってからこうこう、正中線変わってない変わってない。こうなって正中線、正中線変えないようにこう、こういう動きじゃないか。ただ定期戦だから。そして、まあ、場所もらってね、場所もらってで、こうなってこうなって今、やったんですよね。もう手があるから、いろんなことできます。あれとか、ね、手があるんですよね。結構手、こっちに入ってるから、さっきやられてる。いろんなことができるの。あの、一挙もできるんだもんね。こうやって落ちたら、こう持ってくる。いろんなことできるね。あの、せっかくこれやってから、いろいろやって、パーンってやって、手があるから、このまま入る。パーンってやって、手があるから、ここに向こうに入る。入ってくる。そして、バーってね。バーッとやって、手があるから、手があるから、何やった？まあね、そういう話。じゃあ、せっかくこのさばきやったから。